初球ライト後方伸びて打球はどうか、フェンスオーバーでした。4番の一発、ワンスイングで捉えてみせました。ロッテの背番号5番、今シーズン第6号は西武のエース高橋光成から打っての同点ツーランホームランでした。